漫画日本の漫画漫画日本の漫画は日本で制作された漫画の歴史、特徴について扱う。漫画的キャラクターの例、ウィキペタン。日本の漫画がほぼすべてが右開きで2014年以降のファミ通のような左開きの雑誌でも右開きで掲載される。出版科学研究所の発表によると日本国内で2006年に出版された漫画の 単行本は1965点、漫画雑誌は305点存在する。また漫画と漫画雑誌の販売部数は2006年に販売された出版物全体の36.7%に及ぶ。現在では日本の漫画及び日本風の漫画を指す漫画や単行本といった語は欧米にも輸出されている。日本の漫画はアメリカンコミックスや フランス語圏のバンドでシネなどの各国の漫画と比べて、モノクロ表現や、独特のディフォルメ、ストーリー性などの異なる特徴を持っている。以前は、アキラ国際版のように、アメコミ形式に最高性や、一方で翻訳は、日本独自の文化や擬態語などのために苦労が見られる。外来語である、アニメーションという言葉が1970年代、後半から一般化し始めるまでは、 テレビアニメ、アニメ映画などのアニメーション作品を呼び、児童向けドラマも、漫画、漫画、漫画と呼ばれていた。このため当時の世代を中心に、アニメや特撮作品が、漫画、テレビ漫画、漫画映画と呼称されることもある。また1960年代、1970年代のアニメ作品の主題歌集 CD などでは現在でも、懐かしのテレビ漫画などの表記が使われることもある。 出版社などビジネス業界では漫画へのことをしばしばポンチエと呼ぶ。これはイギリスの風刺漫画雑誌パンチをもとに日本国内で在留中のイギリス人によって創刊された日本最初の漫画雑誌ジャパンパンチを語源とする。ポンチエは書籍業界に限らず建築業や IT 業などの製造業界では製品イメージがわかりやすく、 伝わる簡単なスケッチという製品概念、構想図を意味する製図用語としても使われている。半券関係の問題もあり、例えば1960年代に漫画化された、香山雄三の若大将シリーズや東宝特撮映画、ウルトラマンなどは2016年現在は復刻不可能である。ウルトラマンやウルトラセブンは復刻されるケースもあり、関連本にも収録されている。 また、河合淳二、石井久一、ヤクミツル、城佐ユリの作品など、実在のスポーツ選手。日本の漫画家は、地方ながら、北海道や新潟県出身者が多く、前者は、土地が貧しく漫画自体も貧しい文化で、芸術の原点に触れる機会もあまりなく、テレビや雑誌を通して、同じく創作しようと引き寄せられ、作品もよくある日本の漫画から離れた、ハイセンス、 批評的なものが多く、校舎は雪国であり冬になると外に出ずに金もかけずに、できることは漫画を描く程度だからとする説や、県ゆかりの赤塚藤夫や水島真司の存在で、自分を目指そうとするものが後に続いたことが挙げられる。葛飾北斎、北斎漫画現代的な意味での日常語として、漫画という言葉が使われ始めたのは少なくとも、明治時代中期内視大正時代にかけてのことで、 それまで滑稽な要素と物語性を持つ絵画作品は、ギガ、鏡画、草画、滑稽画、飛ば絵、戯れ絵、勝ちポンチ絵などと呼ばれていた。漫画という熟語は、本来の辞儀的には、気の向くままに描く、万全と描かれた絵という意味であり、日本で生まれた和製漢語である。1798年に発行された山、東京電による絵本、 四字効果の序文にその初見が見られる。漫画という語について、中国から伝わった、気の向くままに書く、つまり、随筆を意味する漢語、満筆から日本で満筆画を経て、漫画になったとする説や、中国語名で、漫画というヘラサギの一種が雑食で水をくちばしで、かき回して、何でも乱雑に食べることから、日本で当初、漫画が主人の事物を砂取る。 様々な事柄を扱う本を指す意味になったとする説もある。清水伊佐は著書日本近代漫画の誕生において漫画がギガの意味を持たないことを指摘し前者を支持しているが四字効果そして口述する北斎漫画といった依頼を示す文献にこれらの説を裏付ける要素があるわけではない。ギガ風のスケッチを指す意味の言葉としての漫画は 葛飾北斎による得て本集、北斎漫画が始まりとされる。この作品集にはギガや風刺画が載っており、現代的な意味での漫画と重なりをなしてはいるものの、全く同じ意味とは見なせない。なお、北斎漫画の影響を受け、小型光林の光林漫画、明治期の月岡義都義吉漫画など、ギガ町の絵を載せたいくつもの書籍が、 漫画というタイトルになった。幕末期、欧米からカリカチュアやコミックの技術が伝来すると、それらの故障として、ポンチエ、ポンチ、西洋ポンチなどが定着した。現代的な意味で漫画という語を使い始めた最初の人物は、明治時代の今泉一票である。一票は1895年10月31日、風刺画を中心とする。 一票漫画収書編を出版、明治期に日本に入ってきたカリカチュール、またはカートゥーンの訳語として漫画を用いた。また一票は一票雑話において漫画というものは一口に言えば国慶書であって、そのうちに風刺的なものを含んだのもある、また含まないのもある。日本に昔からあるものは俗に飛ば書あるいは北斎漫画のような類の書であって、 この他には、おどけ書というと論じ、旧来の漫画的な作品と自身の漫画との違いを強調した。今泉一票に対し、漫画という言葉をカートゥーン及びコミックの訳語として使用したのは、明治後期にデビューした北沢楽天である。楽天は、オーストラリア人に、欧米流の漫画技法を学んで、新聞、時事新報の専属となり、従来のポンチとは異なる。 新規軸の画風であることを示すために漫画の故障を全面に出すことを編集側に自ら提言し、1902年1月、彼の作品発表のために同志で別釣り版、時事漫画が創刊された。以後、この意味での漫画が現代における日常語として定着するようになった。やがて日本漫画の国際化に伴い、 漫画という語は外国にも通じる日本語の一つになった。なお、ヨーロッパ語圏における漫画は日本の漫画のみを指す言葉である。また、アラビア語では漫ャと呼ばれている。詳細は日本の漫画の歴史を三章コマの読み進め方。一コマ目の小さな数字は吹き出しを読む順番である。日本の漫画は普通、コマ、登場人物、背景、吹き出し。 音とゆ、まセリフ、その他の技法からなる。まず一般的なストーリー漫画の表現形式と技法を以下に挙げる。漫画のセリフナレーション等の主な部分。かつて欧米では日本の漫画を翻訳出版する際、左から右に読む欧米言語の聖書法に合わせるため、左右反転し左開きにすることが一般的だったが、この手法では作品全体が 左右逆になるという弊害があり、近年では元の作品を尊重して日本と同じ右開きのまま出版するケースが増えている。この場合、欧米の言語であっても日本式に右から左へ読み進める。関東に読み方のレクチャーが掲載されることも多い。近年ではスマートフォンでの閲覧を意識し縦長の駒を連続させる縦スクロール漫画が登場し、 これに合わせた表現手法も研究されている。詳細は吹き出し、音湯、及び満腹を参照を大まかには読者の年齢層、ジャンル、表現形式で分類されているが、大人向け、子供向けという大まかな区分けではなく、各年齢層や思考に合わせた作品が発表されている。特にスポーツ漫画は細分化が進んでおり、 メジャー競技では野球漫画やサッカー漫画など一つのジャンルを形成し、さらに高校野球やプロリーグなどサブジャンルに分けられる。また同じ競技でも試合展開のリアリティを重視した作品、必殺技を繰り出すなど高等無形な作品、競技ではなく選手の人間関係を重視する作品、選手ではなく監督側の視点など様々な設定の作品が存在する。 社会現象の影響を受け、女子サッカーやカーリングなど話題になった事象は即座に漫画の題材となる。作品が注目されると追随する漫画が増え新たなジャンルが形成されるが逆に漫画が人気となり競技が活発化することもある。例えばスラムダンクのヒットにより当時の日本では競技人口が野球やサッカーと比べ多くなかったバスケットボールが 人気競技となった。サイクルサッカー、電書派とレース、エアレースなど、世界的にマイナーな競技、架空のスポーツを扱った作品も一定数存在している。恋愛漫画では男性向け、女性向けという区分けもあるが、ラブコメディ、ハーレムもの不倫、同性愛などの多数のテーマがあり、登場人物の年齢も子供から中高年まである。また、 スポーツ漫画の一要素として扱われることもあり、多くの漫画は複数のジャンルにまたがっている。日本では表現の自由や検閲の禁止が憲法第21条で保障されているため、表現の限度は基本的に出版社の自主規制によっている。このため一般向けの漫画誌であっても過激なアダルトビュー、プロによる作品は雑誌などの定期観光物で連載された後、 数話ごとにまとめ単行本として刊行される携帯が主流。日本の漫画雑誌は複数の作家が別作品を同時に連載するという携帯のため300ページを超えるのは普通でアメリカンコミックスの雑誌と比べると非常に分厚い。また日本の雑誌は一つの雑誌コードにつき一つの増刊枠を持つことができるという制度を利用し新人や 本誌のジャンルと合わない作風の作家にも活躍の場を与えることが可能となった。規則ではないが別冊と題することが多い。漫画雑誌は大衆を想定したメジャー詞特定の層に照準を合わせたマイナー誌、高校生以上の若者を対象とした青年誌、小中学生向けの少年誌という区分けがある。また成人向け漫画時代劇。 萌えなど特定ジャンルの雑誌もあり、好みの作品を探す際には、雑誌が評判する編集方針を手がかりにすることで、インターネットの登場以前にもある程度の絞り込みが可能であった。本誌よりマイナーなジャンルをコンセプトにしていた別冊少年マガジンでは、発行部数が多い本誌に、進撃の巨人の読み切り版を掲載したところ認知度が上がったことから、 他社でも単行本の発売やアニメ化などに合わせ、より部数の多い雑誌に読み切り版を掲載する出張掲載の手法が広まった。漫画雑誌だけでなく、新聞や専門誌などで連載されることも多く、専門誌では雑誌の読者向けにニッチな作品が掲載されることもある。近年では出版社の公式サイトで一定期間無料公開し、 アクセス数が多い作品を雑誌に移籍させたり、直接単行本化する流れもある。作品の単品販売も行われているが、基本的に雑誌ごとにまとめられている。また雑誌に掲載されている作品でも1話から3話程度までを宣伝のために公開したり、新人賞において雑誌には対象作のみを掲載し、奨励賞や審査員賞にとどまった作品は、ウェブ限定で公開する例もある。 中学生向け通信教育業者からのダイレクトメールに同封された広告漫画文章、写真、差絵と同様に紙媒体における表現手法として定着している。海外のような一枚の風刺絵だけではなく数コマから数ページの漫画として制作される。純粋な娯楽ではなく歴史や社会情勢などの説明や学習としても用いられる学習漫画。 ノンフィクションやルーポの漫画などもジャンルを形成している。また、医療漫画には、娯楽性と社会的メッセージを両立した作品も多い。純粋に宣伝のために制作された広告漫画も多く、企業から依頼を受け漫画家に発注する、仲介業者も多数存在するなど、一つの市場を形成している。第二次世界大戦中のアメリカでは、 高等教育を受けておらず社会経験が少ない、新兵向けの副特本として、任務中の注意点などを解説した漫画が、軍主導で多数企画され、ウィル・アイズナーなどのコミック作家が受け負っていた。同様にアニメーション業界でも、銃器の取り扱いを学ぶ学習アニメなどが多数、制作された。これらは、終戦後には、廃れており、幼児教育向けのみが残っている。漫画は、 オリジナル作品だけではなく、小説、アニメ、映画の漫画家として発表される作品も多い。逆に、漫画作品の小説家や当初から、メディアミックスの一つとして、小説、アニメと連動する作品もある。詳細は、漫画評論を参照日本で、漫画評論が行われるようになったのは、大正時代中頃と見られている。細木原世紀が、日本初の本格的な漫画史。 日本漫画史を出版、歴史や教育面を対象した評論が主だったが、戦後になると文芸や映画など多分や出身者によるものが目立った。あと、漫画に親しんだ読者や作家が同人誌で本格的な評論を行うようになり、後の漫画批評を形作った。書店の漫画コーナー。出版社別に分類されていることが多い。作品の 主な対象となる読者の年齢や性別という観点では次のように分類される。以上の分類は出版社も採用しているが、便宜上の分類に過ぎない。青年漫画を女性が読むこともあるし、少年漫画を大人が読むこともある。さらに題材によっては主に次のように分類されるが、一つのジャンルに縛られない作品も多い。いろいろなコマをセットとして、 話題を展開するかによる分類。連載形式か一話完結かなどによる分類。漫画のキャラクター、伝統的な漫画風キャラクターの手書きサンプル、それぞれの表情に様々な感情を示す。紙と鉛筆さえあれば漫画を描くことは可能だが、一般的に読まれるものはペン入れが施されている。2000年代以降はパソコンが用いられることも増えたために、 物理的な原稿が存在しない場合もある。神戸の書店で漫画を読む女性。漫画雑誌の売り上げは減少を続け、漫画単行本の売り上げも10%ほど減少している。また漫画に限らず、書籍全体の販売も落ち込んでいる。1995年には漫画雑誌の販売金額が3357億円。 単行本の販売金額が2507億円であったが漫画雑誌の売り上げは減少が続き2005年には漫画雑誌の販売金額が単行本の金額を下回り2009年には1913億円までに落ち込んでいる雑誌の売り上げは低下したが単行本にはアニメ化などのメディアミックスされた作品を中心にヒット作が生まれている雑誌を読まなくなり メディアミックスで作品を知るケースが増えたため単行本の売り上げは維持されていると言われている。海外展開する日本漫画英語圏での漫画という場合は日本の漫画を指す。1987年にサンフランシスコを拠点とするビズメディアが日本漫画の英訳版を出版し始め、同年にファーストコミック社が小連れ狼を1988年にマーベルコミックスが アニメ映画、アキラのヒットを受けて漫画版を出版するなど、徐々に認知されていった。北米における日本漫画市場の形成は2000年代で大型書店に漫画コーナーが設けられるまでになった。また、日本漫画の多くがコミック版で販売されたことから、日本漫画に限らず、新書サイズのものを漫画として分類する場合もある。1970年代末頃から、 日本漫画が研究対象として語られるようになり、1980年代以降は日本漫画に影響を受けた非日本人漫画家の活躍も始まった。ヨーロッパで最も活発な日本漫画の市場は、フランスで日本漫画を意味する漫画がフランス伝統のバンドで死ね、グラフィックノベル、アメリカンコミックスと並ぶコミックの一ジャンルとして成立している。2009年、 ルーブル美術館で荒木博彦の原画展開催。パリ・ポンピドゥセンターの公共情報図書館部門ではフランスにおける日本漫画読者について2010年に大規模な調査を行った。イギリスでは大英博物館ルーム3にて2009年に星野幸信展2015年秋には世代の違う漫画家3人を取り上げた展覧会。 漫画ナウスリージェネレーションズ開催 AB2007 出版指標年報全国出版協会出版科学研究所2007年 ISBN 978から4から990万1618から4から2文化出品としての漫画北米の漫画事情第1回北米市場規模と現在の状況アニメアニメ 2010年11月15日、2019年9月29日閲覧。一例として、魔法先生ネギマ。単行本二十巻端末に、同作の各国語版の翻訳比較が掲載されている。土産紙漫画家なぜ多いの謎、安彦義和、五十嵐由美子から荒川博板垣圭介まで、あえら、ドット。2017年7月29日。 2019年9月29日閲覧。新潟郷土史研究会。新潟、地名、地理、地図の謎実業の日本社163から 164pp2015 年。ファイルマイナス49漫画王国。新潟漫画王国。新潟ができるまで特集新潟の地域文化を紡ぎつなげる新潟文化物語。2019年9月29日閲覧。松山文雄 漫画学校。国立国会図書館デジタルコレクション。P75。2020年11月28日。閲覧。パブリックドメイン出版物のデジタルアーカイブ化。漫画ディスコースインジャパンシアター福島よしこ2013年。P19ISBN イコール9兆7811億3677万2733。山、東京電による絵本一覧。 に AB、四字効果。2018年5月17日閲覧。平常、補中に、在地手青切りに、表裏、玉、夫の帰戦士女郎少等の王子に効果、する賞、漫画師山、東京電、四字効果序文、清水勲、日本漫画の辞典 P53ISBN4 から 385155860AB、北斎漫画一覧。 2018年5月17日閲覧。吉利漫画。2018年5月17日閲覧。降臨漫画。2018年5月17日閲覧。須山慶一。日本漫画100年西洋ポンチから SF 漫画まで。PP15 から19。今泉秀太郎術。福井純則期。一票雑話。国立国会図書館。P1。清水伊佐を。 日本漫画の実典 P102 から103。日本漫画100年西洋ポンチから SF 漫画まで PP52 から56。ミスズ、久保田。視覚伝達メディアとしてのオ竹国間のポンチ。表現文化研究第2巻第1号2002年度。神戸大学。デフィニションオブ漫画。メリアム、ウェブスターオンライン。2008年5月15日閲覧。アラブ社会における。 日本のアニメ漫画の影響、保坂修二、国際日本文化研究センター、2007.12、20、AB、第51回、縦スクロール漫画徹底解剖、少年ジャンプ連載作家に聞く、縦スクロール漫画の作り方、運営からのお知らせ、ジャンプルーキー、鈴木光明、少女漫画入門273から274ページ、 発達障害の精神絵画主人公漫画、リエゾンが描かれるまで。フライデーデジタル。2021年1月8日へ閲覧。もう一度、伝えたい。出産の奇跡描いた、コウノドリの魅力。フライデーデジタル。2021年1月8日へ閲覧。夏目ふ之の竹内治、漫画学入門。ミネルバ書房防 248p2009 年。 夏目ふさのすけ、竹内治、漫画学入門251、P2009 年 AB 夏目ふさのすけ、漫画学への挑戦 NTT 出版113、P2004 年、夏目ふさのすけ、竹内治、漫画学入門252、P2009 年、夏目ふさのすけ、漫画学への挑戦183、P2004 年、今コミックはどうなっているのか。コラム。 出版科学研究所。2007年10月4日閲覧。エビービジネスケース。ビズメディア北米漫画市場の開拓者。一橋大学イノベーション研究センター。東洋経済新報社、2014。ABCD ベルント。ジャックリーヌ。世界のコミックスとコミックスの世界。グローバルな漫画研究の可能性を開くために。京都聖火大学国際漫画研究センター。 2010年9月30日、2019年9月29日、閲覧。漫画、プロフェッサー・ムナガタ・エス・ブリティッシュ・ミュージアムあ。ありがとうございます。